ねえハムスターたち、僕たちはみんな成功物語が大好きですよね。インスピレーションを与えてくれて、やる気を起こさせてくれる。例えば2008年にビットコインを購入して、今になって思い出したらどうだろう。でも物事はいつもそんなに簡単ではないよ。時には少し努力が必要なんだ。今日は私の物語と旅について話すよ。これはかなり興味深いものになったんだ。これが成功の物語なのか、それとも努力の結果なのかは、あなた自身で確かめてみて。では、始めるよ。昔のこと、実際にはちょうど6ヶ月前だけど、僕がまだとても若かった頃、ノットコインに出会ったんだ。その時、なんでこのプロジェクトがそんなに注目を集めているのか興味が湧いたんだ。でも、何より自分自身の何かを作りたいと思ったのさ。僕はそのプロジェクトや構成要素、メカニズム、そして構造を研究したんだ。そしてある日、ひらめいたんだ。僕は自分の CEO シミュレーターを作りたいってことをね。それこそが、みんなが今日よくご存知のもの。これは今年3月26日に起こった出来事で、プロジェクトが正式に開始された日。初めてのバージョンがどんなものだったか覚えているかな。当時、みんなはただタップタップタップするだけでいいと思ってたんだ。でも実際には、そのアイデアはもっと大きなものだったんだ。僕は誰もが自分の帝国を構築し、暗号通貨の基本を学ぶことができるようにしたかったんだ。だからこそ、僕たちは YouTube チャンネルを立ち上げて、4ヶ月間にわたって暗号通貨の世界の複雑さを説明したんだ。そして、最新のニュースも共有したね。みんなの圧倒的なサポートのおかげで、たった1時間で YouTube のシルバープレイボタンを獲得。その1週間後には、記録的な1000万登録者に到達した。また、このチャンネルでトンとの連携も発表したんだ。HamsterCombat has finally made a decision about the blockchain for the Hamster token. It is TON!ここで、オープンネットワークのチーム全体に感謝の意を表せればと思っているよ。私たちの最先端のアイデアを実現するのを助けてくれたんだからね。そしてもちろん、ハムスターコンバットに命を吹き込んだプラットフォームであるテレグラムも言及しないわけにはいかないね。僕らは驚くべき速さで成長し始めた。数千、数十万、何百万もの人々が世界中で僕たちのアイデアを支持してくれて、ゲームに参加して友人を招待してくれた。そして、アプリを改善するために一生懸命動いてくれたんだ。新しいカードを追加して、アクティビティを立ち上げました。モールス信号ゲームを覚えているかい？スキンのデータベースを作成して、ミニゲームを備えた遊び場セクションを追加したり、その他にも多くのことをやってくれた。さて、最終的な第一シーズンの数字を共有させてもらうことにするよ。総ユーザー数3億以上。最大1日のアクティブユーザー数4900万以上。最大月間アクティブユーザー数1億5000万以上。公式コミュニティチャンネル6000万以上。X1400 万以上。YouTube3700 万以上。この数字が驚異的で信じられないほどだ。僕たちが成し遂げたことが未だに信じられないよ。最大の取引所である、バイナンス、OKX、バイビット、クーコイン、ビットフィネックス、クリプトドットコム、ビットゲット、AB、その他多くの取引所に注目されたのは、みんなの支援のおかげ。そしてあと数時間で、リスティングが始まるよ。やったー。ここで僕が一番言いたいのは、これがほんの始まりに過ぎないということ。最初のシーズンは大成功を収めたけど、僕の計画はグローバルなゲームプラットフォームを築いて、このエコシステム内で幅広い製品にトークンに役立つものを提供すること。上場は僕たちの帝国を築くための大きな出発点に過ぎないよ。それでは、月に向かって一緒に行こう！